ドラゴンクエストウォークでございます、ということでございまして、堀井さんどうですか、今発表されました。そうですね、大変無料ですね、実はですね、ドラゴンクエスト9の時に、皆さんゲーム機を持ってすれ違いに外へ出かけたことがあると思うんですよ、はい、それと同じようにこのスマホを持ってですね、街にモンスターが出るんで、今自分がいる場所を中心にですね、目的地の候補がバババッと現れます。まあね、これどこどこ行けって言われちゃうとそれだけだとやっぱりしんどいので、やっぱり自分で行きたいところを目指していけるというところが肝で、作ると目的地がさっきのように出来上がります。日常の生活、自分のこうペースで、いろんなものを置いて、さらにその日常の生活がドラゴンクエストになっていくという、はい、東京タワーでございますね。はい、次はこれ金閣寺、これ京都でしょうね、きっと。で、実はそのいるあるだけじゃなくて、前で戦ってこうちょっと変わった絵で戦えたり、で仙台でしょうかね、政宗像の方があったり、はい、リアルな自宅でもいいですし、いやそうでなくてちょっと、全然違う話したところみたいなものも作ることができます。で、まあ家にもちろん入ることができますし、中の家具もいろいろカスタムすることができて、自分ならではの家は、家を建てることができるという。ドラゴンクエストいろいろもうね、30年以上経つんですけども、今度はゲーム機とスマホを持って実際の街を冒険するという新しいタイプなんで。